ンネルスタート。おはようございます。おはようございます。来ましたね。やってまいりました。ここどこですか。ホースランイン東京。いいですね。ホースランイン東京だったのか。いいです。東京競馬場でございます。じゃあですね。はい。今日も全レース。はい。まあ私が勝つんですけれども。罰ゲームの準備はいいですか。いや、前田はちょっとね、うん、あれだったけど、うん、5月から本気出すって決めたから、ね、ああ、なるほどね。本気リノリ。いくらでいきます。前回3万でしたけど。今回も3万しか持ってきてないです。なるほどなるほど。はい。じゃあ1レースがもうすぐ始まるんで、はい、じゃあ早速いきますか。はい、やりましょう。じゃあちょっともらってもいいですか。何？3万。え？あのさ、人間だよね。馬じゃないよ。ちゃんと日々生活してる人間だよね。無理だよ、そんな毎週毎週競馬場連れてこられてさ。うんうんうん。3万の勝負なんて。うん。もともと発案したのはあなただからね。忘れないでほしいんだけど。もともとやっぱさ、まあね、で今週からずっと G1 始まってさ、うん、もう引くに引けないじゃない。じゃあ3万2万にしましょうとかさ、うん、ちょっともう最低が3万じゃん、うんうん、だからね、やっぱそこはあの動画を撮るものとして、うん、生きとし生ける人間として、うん、まあ用意してこないと。まあね、でないから、ちょっと貸してよ。なんでないの。貸してほしいんですよ。なんでないの。返すから。毎日仕事してるでしょ。いや、昨日夜中までしてましたよね。うん、いやしてたんです。だからお願いします。お願いします。本当に、ほら新潟競馬始まっちゃったから嫌だよ。だってあ飛んできました。嫌だよ、だってお金返ってこないもん。返すって、うん、だって3万当てればいいでしょ、うん、当てたじゃん俺。2倍にして返して、6万で返して。ああ、いいよ。いいの。全然いいよ、当てるもん俺。じゃあまず貸せっつってって言って当たって。もう貸せっつって。いや、マジでお前クズだね、本当に。あのね、普通に見て、マジで貸せって。この絵きついよ。絵女子に金稼いっていう男。絵買います。こういうね、女の子はね、こういう男に引っかかっちゃダメですよ。あ、本当に良くない。いや、でもさ、倍になって返せばいいわけでしょ、当てて。うん、うん、お願いします。倍にならなくても倍で返して。見た、コミュニティのスタッフとリロリノさん、どっち勝つかの。どっちなの。接戦ですよ。接戦か。前回、もう期待裏切ったんで、俺倍がやってもうたからね、うん、まあ、と若干なんか自由があるのかないのかわかんない水着が、うん、あれしてる気がするよね。スタッフがまた買って水着っていう風潮もなんかある感じ。いや、まあまあ水着は決定でしょうね。じゃあ3万円かけて最終的にいくら残ってるかね、また勝負。最終的にいくら残ってるか、ね、うん、ずっと外れて12レースでドンでもいいわけですか。そうなんだよ、私この間12レースの勇気がなかったんだもんね、うん、12レースもっと行っときゃ勝ったんだもん。そうそうそう。じゃあそのルールで OK ですか、うん、で負けたら罰ゲーム。負けたら罰ゲーム、はい、で私が負けたら馬に乗る、乗馬クラブかどこかに連れていくと。めちゃくちゃいいサラブレッドの馬に乗りに行こう。わかりました。はい、よろしくお願いします。じゃあとりあえず3万円。はい、全く意味が分からない。これさ、6万でしょ、今2回目で12万でしょ、うん、ずっとやりついてたら30万ぐらい。ちょっと貸してよ。あ、ありがとうございます。あざす。引き地が1枚、引き地が2枚、引き地が3枚。よし、ほんと、ゲッツ。ろくなやつじゃね。ゲッツ。ほんとに、ほんとにもう。ありがとうございます。今日も頑張りましょう。じゃあ1レース、2レース、3レース、うん、やっていくんですが、はい、この動画は、はい、NHK マイルが上がった後に上がってます。あ、
そうだね、うん、NHK マイルをやった日の朝こんなことをやってましたってことでまたいつものパターンこの3万がどうなってるかも先に分かってしまう。そうだね、そうだね、うん、そうですよ。だから NHK マイルまでお金残ってたらいいよね、うん、そもそもね。そうなんですよ、楽しいね。風が強いです。風強いね。そうなのよ、岡山競馬場はあの室内なんですけど、うん、東京競馬場はいい意味でも悪い意味でもこうリアル感が味わえるっていう、この屋外なんで屋根ついてる、ね、あ、見てください、今回ゴール目の前ですから。すごい、そこ目の前なんで。すごい、本当だ。でしょう、すごい、もう人も多いし、ね、でもいいよね。5月でさ、ちょっと天気も良くなってきたからさ、うん、今日絶好の競馬日和ですね。じゃあ、あれですか、1レース、2レース、3レース、うん、アップして4、5、6アップして、うんうん、7、8、9アップして、うん、10、12、で、G1 は G3 があるんですよ、新潟やるんですね、新潟があるんで、やるんですね、それもやりつつ、なんで全部で13レースやることになるんですかね。恐ろしいや、13で3万円ね。13で3万円です。意外と足りないんだよ、ね、そうなんだよね。だからどっかでちょっと勝たないといけないんだよ、ね、平均3000円かけても足りんからね。足りんね、平均2000円ぐらいですよ。そうだね、うん、じゃあもう早速あれですよ、うん、1レースで始まりますね、はい、いやー本当だね、ダート、はい、そうですね。いやもうなんか 今 NHK までのこともう考えて緊張してきたどうしようって気持ちいい。この動画の時にはもう上がってますから上がってるからね。そうだよね、はい、じゃあそんな感じで、まあ、はい、東京競馬場編5月スタートということでよろしくお願いします。登録よろしくね。